はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。PC88 のブラスでやっていきたいと思います。もうね、もう溶けるぞと思うとね、気合が入っちゃったのでね、もう連続でもないですけど、もう飛び石でね、飛び石でブラスでやっていこうと思います。もうね、もう道が見えたのでね、やっていきましょう。さあ、確かエルドランを出て、まあ話なので、どうでしょうね。とりあえず行けるところまで行ってみましょうか。で、まだ、あれですよね。投資が全然できるんですが、まあでも行けるところまで行ってみましょうか。まあ、そうですね。オンディーネの、オンディーネにちょっとね、石膏というか、様子見で行ってみましょう。で、今1なので、北に向いてるんですよね。東に向きましょう。で、ぶち当たりました。で、前進んで9の5。あ、5でいいんですよね。で、これ行くと、もうメッセージ出ないかな？出たら分かりやすいんですけどね。出ないや。出ないですね。3の5。でね、あ、行き過ぎちゃいましたね。で、G の5に入って、G の3に向かう方がいいんで、また帰ってくるときはめんどくさいのやらないといけないでしょうね、きっとね。さあ、ちょっとどこに出るかがちょっと楽しみですが、あ、一応ね、メッセージ見ときますか。M4 のメッセージを見ておきましょう。あ、でもこれでよかったんだよね。もう今まだこれ武器変わってんで、バージョンアップしてんでね、どれぐらい強いのか見せてもらいましょう。一撃だ、この敵が。いいですね。ちょっとアクション好きな方にはなんか物足りないような感じなのかもしれないですけどもね。まあ今日はね、ちょっとあまり夏ゲーの話はねしないかもしれないです。いや、実はね、ちょっと雑談になっちゃうかもしれないね。そういうのはね、ユーロトラックシミュレーターでやるべきなんですけども、ユーロトラックシミュレーターは昨日やっちゃってんでね、昨日やっちゃって、ちょっと今日はねブラスティを進めたいなと思っちゃったので、ちょっと夏ゲーの話できないのかもしれないんですけども、2ということは、西に向いてるんですね。4の2 4 5にならないといけないのね。で、5の D、で、これで北に向かうとメッセージでいきますので、あ、出てきたね。パワーメーカーがあれば、反物質からエネルギーを取り出せると。これは、いただいたコメントによれば、この、確かいただいたコメントでしたよね。だと思うんですけど、一回しか使えないですよね、これね。今私はエルドランに、まあ、言うと、エルドランになって、逆側を裏切っちゃったような形なので、で、私、エルドランからもうすでに、なんちゃらかんちゃら、さっきのもんもらったんですよね、パワーメーカー。ですんで、あ、この宇宙のこの宇宙はインバースのものである、コミンは直ちに変えられと。あ、そうだ、私はインバースに、エルドランっていうのは宇宙ステーションの場合でしたね、インバースになったので、というところですね。これでゲート入りましょう。でね、実は今日私はね、あれなんですよ。お墓参りに行ってきまして、なんて言うんでしょうね。お墓参りに行ってきたんですが、ちょっと待ってね。あ、あや？ちょっと方向どっち？なあ。3、1、2、3。あ、南向いてんのか。じゃこれ右だね。で、こう行って、G3 って言ったらどこに行くかね、ちょっと楽しみです。これ、G3 です。はい。で、まさかね、2の13って出たらやばいんですよ。やばくはないんですけど、あ、違うわ、C の4。ということは、どっちに行ったんだ？ここかな？レベル3まで飛んだと思っていいのかな？ C の4ね。C の4ですね。C の4。あ、ここだ！めちゃくちゃワープしてきたね。あー、いいですね。ただ、ここで気にしないといけないのは、コミューンだっけ、あそこがまだ使えるのかどうかを私調べてないんで、これ使えなかったら痛いんですが、でも
中立のところ、コミュが中立だったかな、中立のところはどっちも補給はできると思いますので、4の C で方角は3あ、ということは逆に向いて、あ、しまった、北に向いてるわ。まあまあでも悪かないか。あ、で惑星にぶち当たるはず、そうそうそう、でこれを左に曲がったらいいはずですね。今2ですね、 Y 座標が。あ、そうですね。さあこのまますぐ行くとあるんで、入れるかどうか見てみましょうか。もう楽勝だね、この敵だったらね、どんどん楽勝になるんじゃない。でね、私今日実は先ほど言いましたけど、お墓参りに行ってきたんですけどもね、親を連れてね、親を連れて車で、神さんに車借りてね、お墓参りに行ってきました。で8時に迎えに行こうとしてたんですが、立中、私の車は立中に入ってるんですよね。立中から降りてきた車を見てちょっとねびっくりしちゃったんですけど、右側の後輪のタイヤがぺちゃんこになってましたね。朝の8時に親のところに、実家に迎えに行くと言っておきながら、もうぺちゃんこのタイヤ見た時にね、なんか絶望でしたね。あ、中立サイド、フィールフォークス、あ、そんなのあったっけ。あ、出た、まだ入れない、入れない事象が出ました。これ回り込まないといけないのかな。でね、ほんとちょっとね、まあ私友人のとこで車を買ったものですから、もう電話かけましてね、ほんなら、まあ、出てくれて、家だったんですよね、彼ね、友人は家だったので、実はね墓参りに行こうと思ってんだけどパンクしちゃってんのよねっていうことを言ったら、で今この時間でパンク処理とかってできるって聞いたら、あ、いいですよって言ってくれてね、本当ね助かりました。もうで私はすぐさまマニュアルを見て、でね空気を入れて今ね、そうそう、今の車ってねスペアタイヤがないんですよね。まあこれは聞いてたんですよ、今の車はスペアタイヤがないよと。で前乗ってた車はね、スペアタイヤはあるんですけども、緊急用のタイヤなのですごく細くてチャチータイヤだったんですよね。まあ、今回なくてね、そのタイヤがなくて車に積んでるのはね、修理キット、修理キットといってもね、中にゲルか何か薬を注入して、空気と一緒に、空気と一緒か、空気の吸入口からチューブを、ジェルかなんかをね、薬を注入して、で内側から防ぐ、まあこれも緊急用ですよね。ただねどうだか私分かんないんですけども、バイク乗ってる時代にね同じような商品がありまして、ただそれはねあれでした、なんかエンカウントめちゃくちゃ多いね。それはね使っちゃうと、まあ、あくまで緊急用なので、もうタイヤ交換するしかなくなっちゃうよと。中から言うとねジェルで蓋するんで、ただタイヤに対してダメージがある。あ、まあね、私はねそれはあれだったんですよ。私は昔オフロードバイクに乗ったものですから、オフロードバイクってスポークのホイールなんですよね。スポークのホイールなのでチューブなんですよ、チューブタイヤなので。だからチューブが、その当時はチューブが潰れるっていうね、まあチューブがあまり良くないよっていうような話だったんで、まあ今回はねチューブレスなんですけども、どうもそういうのがあったんで薬は使いたくなかったのと、あと見たらねあれでした、もうねすんごいねでっかいネジを踏んでました、うちの神さんがね。で神さん呼んでね、あんたどこ走ったのみたいな感じでね、いやいや私知らないよっていう、普通だったよって。まあまあチューブレスタイヤなんでね、帰ってきても、あ、帰ってきてもとか穴が開いても大丈夫なんですよね。あ、こっからも入れない、うそ、中立ステーションなんでしょう。ちょっと驚いちゃった。で、こう行って、またこう行って、こう行って、こう行って、
で北からアクセスしてるんですけど出てこないでしょ、横に向かないと出てこないんですよ、多分ね、これね、ほら、うわ、入れない、あら入れたわけわかんないわわけわかんないですね。お金はね、あ、一応もらったのか。で、ゴーしましょう。よかったね、こっちは入れることが確認できました、なんとかね。で、あとね、その、まあ、ぶっといネジがね、車の話に戻りますけど、ぶっといネジが入ってたもんですから、あれでした、もう抜いたらダメなんですよね。私もね、あのチューブレスのバイクに乗ってた時期もあるんで、その時にね、あのバイク屋から教えてもらったんですけど、釘とか踏んでてもチューブレスは抜いちゃダメだよと、チューブレスそこから抜いたら空気漏れるからと、チューブレスは漏れにくくなっていくから、もうそれ、踏んだまま最寄りの修理工場にでも持ってってくださいっていうのはね言われて、それがあったんで、まあ空気だけ入れてね、もうでっかいビス入ってたんですけど抜かずに空気だけ入れて、で親拾って、で友人の店まで行ったら、まあね、友人がもうわざわざ早く出てくれたみたいでね、店用意してくれてまして、でそこでね、パンク修理してもらいまして、なんとか間に合いましたね。いやー、ほんと助かりました、ほんとね。まあこれ普通のディーラーだったら多分、いや店開くのまで待ってくださいって言われるんでしょうね。いや、ほんと持つべきものは友達かもしれないですね、ほんとね。私はほんと今回はね助かりました、ほんとねそんなこんなで、でまあお墓参りの方行ってきましてね、さすがにね、今日はねこんな日なんで墓全然人いなくてね、もうスカスカで、もう思わずね、親とこれから平日に行こうかみたいなね、盆とかに行っちゃうとえらいことになっちゃうもんねっていう話しましてね、いうところで、まあね、行ったんですけどもね、まあただなんだろう、うちの車ね、まあ鈴木さんのハスラーっていう車なんですよね。まあ前にも言ったと思うんですけどね、それで日産になってるんですよ。マニュアルね、マニュアル乗ってるんですけど、もうびっくりするぐらい燃費がいいです。まあ街乗りじゃないっていうのもあるんですけど、大抵遠出しか乗らないんでね、街では乗らないんで、今回ね、かみさんがね走った分も入れて、で今回私が200キロぐらい走ったのかな、まあトータル500キロぐらい走った、もう500走ってるんですけど、入ったガソリンが22リッターでした。多分23キロぐらいいってるんですよ、リッターね。いやー、30リッタータンクだから600キロ超えますね。いや、びっくりしちゃった。まあ燃費がいいのはね前々からいいと思ってたんで、でメーターにね、まあみなし計算で燃費が出るんですけど、いつも20キロぐらいって燃費が出てたんですけど、今回の測ってみたらガソリン満タンにして、500キロで22リッターしか入らないっていうことはね、えこれ600キロ超えるなって思いましたね。ちょっとなかなかすごい、でもバイク並みだよね。バイク並みというか、なんだろう、今のバイクは私知らないんですけど、昔の4気筒の 250cc のマルチっていう、マルチとかでしたら、マルチよりもいいよね。私昔ね、スズキの 250cc のバイク乗ってたんですけど、4気筒のね。あれでリッター17ぐらいしか行きませんでしたもんね。その後に乗ったね、2サイクルのね、RGV ガンマっていうのに乗った時はね、あのバイク最短でリッター9でしたね。伸びてリッター13だったかな。なんかね、そんなんでしたもんね。それに比べてエアコン入れて、今日なんか3人大人が乗っていってんのに、びっくりするぐらい燃費が良かったですね。ちょっと今私思ってるんですけど、このファイターランチャーの
上位バージョンですか。これ燃費悪いね。もう5メモリも減っちゃってるよ。ちょっと嘘でしょって思うんですけどね。あとエンカウント率が高いなっていう気がするのはあの問題があるのかな。あやっぱ敵ガンガン出さすようにしてるのかもしれないね。7の11ね。あ、行き過ぎちゃった。まあでもいいですわ。5まで行ったらいいのかな。ね、なんか出まくりだね。かといってでも、もうなんか変形する気ないんでね。まあというわけで無事。あ、でも今日ね高速走ったんですけど、あの落下物がむちゃくちゃ多かったですね。落下物が3つあったかな。しかもねしょぼくなかったですね。1個はねカーペットのでかいのがど真ん中に落ちてました。もう1個はねタイヤがバーストして転がってました。でそのすぐ先にね路肩にねあのプリウスが止まってましたね。でプリウスがもうホイールむき出しになってましたんで、あらーっていうような感じでしたね。あ、これもプリウスのバーストしたタイヤが転がってたのかっていうような感じでしたね。でもう1個はこれまたあのカーペットとカーペットみたいなもののでっかいのがまたこれまたど真ん中にね落ちてましたね。何なんだろうねというような感じでしたけど、まあまあまあ無事済んで私もねちょっと帰ってきてよかったなというような感じなんですけどもね。はい、6の11ね。で0右向かないといけないね。10まで行かないといけないで、これだね。はい、でこれ右曲がると出てくる。出てこない。出てこない。あら、8の、いや8行き過ぎよ。8の10。あ、行き過ぎだね。どういうこと。あららら。さあじゃあそういう話も終わりまして、さて、続きいきましょう。よいしょ。自衛隊の復習まで終わりましたよね。なんだろう。で、これだね。はい、お次はですね、原田知世の時をかける少女シネマパズル。フェニックスですね。フェニックスっていうゲーム会社があるんだね。ソフトハウスだね、おそらく。で、角川春樹事務所にも、あの許可を得てるような感じで書いてますね。88以降ですね。定価は出ていません。原田知世の絵の15パズルゲーム。原田さんの顔の色や服の色を自由に指定できると。こういうのが売れたんだね。よくわかんないけどね。でもこれパッと見て原田知世さんっていうのが気づかない。ま、あの、なんてこれ多分スキャニングしたのかな。そんな感じの絵なんですけど、これ原田知世さんって言われないと見えないね。すごい。次は次でね、時をかける少女。これまたフェニックス。今度はアクションですね。先ほどのパズルなんですけどね。あ、リート本確認。入れません。あ、何この音楽。裏切り者の生きては返さないと。何これ。ちょっと待って。ちょっと待って。リート本なんか入っちゃうの？お、リート本マップがある。裏切り者の生きては返さないと。リヒトホーンですることあんのかい。そうか、リヒトホーンではすることあったのか。で、私はどこいんだいこれね。ちょっと夏芸の解説できないかもしれない。マッピングしないといけないんでね。これどこ行ったらいいのかさっぱりわかんない。9の13。あ、こんなとこから始まってんの。これはちょっとセーブできないな。帰れる？あら、出れない。この敵は全然大丈夫ですよね。いやー、しまった。こういう迷路に入っちゃうと夏芸解説が夏芸雑談ができないですね。何かあんのかな。あ、出れたわ。
出れましたね。あ、コミューンステーションで出てるわ。これ私が本当にあれだね私のミスですね。じゃあセーブしちゃいましょう。一応ね、怖いんで。いやー、危なかった。危ない危ない。ちょっと待ってね。もうこうだね。ブツブツ言いますけど許してください。はいはいはい、6番だね。でエグジット。はい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 、ういと。いや、もう本当に解いてやろうと思ってますね。近いうちに解いてやろうと今思ってますんでね。さあ、でもこのリヒトホーンも私多分やっつけないといけないんでしょうね。そんな気がします。さあ、時をかける少女の前に敵とエンカウントしないといけませんね。1北に向いてて6と10。あ、これまっすぐ行ったら星が出てくる。敵が出てきたね、先ね。これもフェニックスなんですけども、夏毛の方ですね。筒井康隆の時をかける少女の映画をゲームにしたもの。あ、ごめんなさい。アクションで定価3800円で88以降ですね。ゲームは4つに分かれている。一面はいろんなもの。アラーム時計やラベンダーの花、キー、電話、ハートなどが漂っている中を集める。あ、いろんなものが漂っている中を集める。ちょっとよくわかんないですね。次は突然画面の色が変わり悪魔の時計が登場するので、時間内スペースキーを押して悪魔の時計を撃ち落とす。そして次は次元メールゲームなんていう当時はよくあった複合ゲームと。時をかける少女というのはもうタイトルだけだったというような感じなんでしょうかね。まあまあ、映画とかね、なんか作品をモチーフにするのって大抵そうみたいですよね。あの、成功した試しがないという感じなんですけど、ただあれなんですよね、プレステ4ですか、スパイダーマンですかね、なんかすごく当たったと聞いたんですけどね。当たったとか、うん、よく売れたというのは聞きましたけど、私まあやらないんでよくわかんないんですけどもね。まあでもやっぱあんま映画とかってね。ああ、でもエイリアンアイソレーションはおもろかったね。あ、やったことないけど見たことしかないけどね。あとあれだね、やっぱりエイリアンと、あの、エイリアン VS プレデターでしたっけ。あれは私、Windows98 でやりましたけど、あれはあれでなかなか面白かったですね。結局解けませんでしたけど。そうでしたね。で、どこまで行きました？ 3、南に向いてて6の B、D まで行かないといけないのね。これちゃんとレベル2にワープできればいいんですけどね。うん。敵多いね。ちょっと落ち着いたら、リベリオンもやっちゃいましょうか。今回はちょっと石膏というのがねメインなので。ひょっとしたらもう今でも十分解けるかもしれないね。そんな気がしてきましたよ。え、なんか出てきたね。何か力が働いている。ブラスティのパワーではこの先に進むことができない。ああ、そういうことか。7ので入れなくなってるんですね。ということでやっぱりあそこに行って何かしないといけないと。じゃあちょっと一分ね、左曲がって、あの、中立ステーション行きましょう。リヒトホーンね。ちょっと待てよ。気になるのがね、まだこれレベル3なんですよね。2に行ったらコミューンのステーションしかないっていうのかな。あー、そうかもわかんないね。いやー、私のすごく嫌いなパターンになる可能性がありますね。私この制限が入ったあのプレイってすごく嫌なので、今回だから燃料でしょ、制限が。あの、時間制限、ターン制限、燃料制限とか、もうこういうの私ダメなんですよね。ダメなのでね、ちょっとやばいね。ダメっていうか、もう大の苦手ですね。さあ、このまま2まで行きましょう。もう一度ね、中立ステーションに行って、これはどう考えても、あの、コミューンで何かしないといけないような感じがしますね。あ、やばい、ミスった。嫌な予感がする。まあ、セーブしてるからいいけどね。あ、しまった。よいしょ。はい、ごめんなさい。
またあのバッテリーで録画してましたわ、私。で、あ、わあ、もうこれまあ食らわないでしょうけどね、チェンジしましょう。あ、ガン、ガンソードでいっか。あ、頑張る感じしましょう。はい、お次はですね、サンダーフォース。あ、聞いたことがある名前ですけど、多分違うんでしょうね、私が持ってるサンダーフォースとは。テクノソフト、シューティングですね。4800円、88以降ですね。パソコンのシューティングの常識を変えた一品。8方向にスクロールして、空中地上に存在する敵を、2種類のミサイルで撃破する。非常に高速でスクロールするというのが驚きだった。X1 版ではゲーム開始にサンダーフォースと喋り、話題を呼んだ。88では音声はなかったが、後の発売された SR 専用版ならば、あの声もあって快適な遊べる。あの声って何なんだろう。MZ1500 版、クイックディスク8秒の声はさらにかっこいいと。あら、MZ1500 で喋れるの？まあね、クイックディスクは懐かしいですね。流行らなかったですね。ほんとね。ああ、そうなんですね。あ、でもこれサンダーフォース。私が知ってるサンダーフォースか。いや、もう、私知ってるなんか昔アーケードでサンダーフォースってあったような気がしたんですが。ちょっと私、アーケードゲームには疎いんでね、かなりね。ですから、ハイスコアガールっていうね、アニメを見たときね、もう私の友人がね、本当ね、てか業界で働いてる人が2人ほどいたんでね、もう筐体の型番とかまで言ってましたもんね。わけわかんないと思ってましたけど、あ、でもアーケードは懐かしかったですね。あのスト2とか、もうそうですね、私が結構大きくなってからやって、あったアーケードゲームだったかな。そんな感じでしたかね。ただストリートファイター1が出たかな。1は私すごくハマりましたのでね。ほんとね。7-3。7-3ですね。あ、まだもうちょっとか。2。うわ、また出てきちゃった。あ、しかも変形しないし。ソードバルカン。燃費がいいからね。あー、ボム行っちゃった。まあいいや。じゃあお次はね、タイムシークレット、ボンドソフト、アドベンチャー、4000円ですね。88以降。ああ、あのコマンド形式ですね。これはコマンド入力ではなくて、あ、入力とかね、あのタイピングするタイプではなくて、コマンド、1から数字、または、あれですね、A 文字までのコマンド形式ですね。ちょっと待ってね、今これ、どこ入る ?7-2。あ、じゃあこれ曲がったらいいんだね。で、出てくると。でも入れない。入れない。入れないよね。なんだこれ。なんか不思議な感じだけどね。出てくるでしょ？おい。入れない。入れないね。もう一回回っていきましょう。ぐるっと。うわぁ。あ、しかも変身してない。まあ、いっか。ソードバルカン、ガンにしましょう。西暦2552年、地球は植民地制を持つに至った。2500年ぐらいまでいったらそうかもしれないね。絶滅してるかい植民地制持ってるかもしれないね。そんなある日、銀河系外から飛来したと思われるダナーク星人の攻撃を受ける。ダナーク星人は地球人の弱点を知り尽くしていたと。よいしょ。君は自ら作り上げたタイムマシン。あ、しかもまた変形するの忘れてるわ。君は自ら作り上げたタイムマシンに乗って過去から接触していたと思われるダナーク星人の弱点を探るべく冒険に出たと。あ、過去に行けということね。というストーリー。国産のアドベンチャーとしては非常によくできていた。難易度高し。ボンドソフトは MZ 用の不思議な森のアドベンチャー、タイムトンネルなど、猫じゃらし氏の制作の両作アドベンチャーを輩出していると。6なんでいいね。で、2までいくと。あ、また変形しないわ。もうファイダーランチャーでも変形すること忘れちゃってんね、私ね。タイムシリーズは結局第3弾は出ずじまい。猫じゃらし猫あ猫じゃらしか
猫じゃらし、あ、いやいや、でも上では猫じゃらししって書いてますね。下では猫じゃらしって書いてますけど、猫じゃらまでがカタカナで、しがうじですね。あ、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんしてください。ああ、咳が気管に入っちゃった。ごめんなさいね。で、猫じゃらしもその後はよくわからないと。ボンドソードはさらに後アダルトゲームの開発をやっていたが、再び日の目を見ることはなかった。タイムシリーズのグラフィックよりストーリーというコンセプトが今一つ支持されなかったのが一つの原因ではないか。これ辛いね。私もね、アプリケーションを作ってる身でありながらね、やっぱ思うんですよね。デザイン性皆無なんでね、もう私がね、デザインをやる気がないんでね、ほんとね、ほんとデザインできると素晴らしいわ、ほんと思いますけどね。6の1、2まで行って曲がればいいんだね。あ、今度は入れた。よくわかんないね、やっぱ後ろからかな。レベルが7ですか今、なんかよくわかんないんですけどね。ハウマッチで、ああ、受け取りましょうか。はい、ゴー。もうデストラクティブパワーっていうのが9999までいっちゃいましたね。じゃあね、ちょっとこの辺で今回は終わっておきましょう。時間も来ましたんでね。いやー、次はリヒトホーンだね。まだもうしばらくかかるかなっていうところで終わっておきたいと思います。ピジャージャージブラスティですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。